6月の大阪府北部地域を震源とした大地震や西日本を中心に甚大な被害をもたらした平成30年7月豪雨、9月に発生した北海道胆振東部地震など、昨年日本各地では立て続けに大きな災害が発生しました。いつどこで起きてもおかしくないと言われている災害、いざという時に慌てないために私たちは何をすべきでしょうか。今回の特集では、大規模な自然災害に備えるためにどのような準備をしておいたらよいのか、また災害に対する心構えなどご紹介したいと思います。今回お話を伺うのは危機管理室の栗原さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。突然ですが稲垣さん、災害に対して日頃から何か対策をされていますか？そうですね、お水や缶詰、レトルト食品などの買い置きぐらいでしょうか。いざという時にそれだけでは足りないこともあります。稲垣さん、自分は大丈夫、大したことにはならないはずなんて思ってませんか？はい、おっしゃる通りです。テレビなどで災害のニュースを見たりすると、その時には対策を打っておかなければと思うんですけれども、ついつい桜市は大丈夫じゃないかななんて思ってしまっています。そうですね、多くの人は自分は大丈夫と思ってしまう傾向があります。万が一のことに背を向けてしまう、そう思いたくない意識がありますね。自然災害の発生は人間の力では食い止めることができませんが、災害は日頃からの備えで被害を最小限にすることができます。稲垣さん、自助、共助、公助という言葉を聞いたことはありますか？はい、聞いたことがあります。広報さくらなどでも目にしたことがあります。自助というのは自分の身は自分で守るということですよね。はい、その通りです。自分の身は自分で守る自助、ご近所や地域の人たちで共に助け合う共助、行政などによる救助や支援が公助、この3つの連携が災害時の被害を減らすことにつながるのです。まずは自助ですが、自助とは住まいの点検や生活必要物資の備蓄などを行い、自分の身は自分で守ることです。家庭でできる防災対策として、備蓄品、非常持ち出し品の確認、住んでいる地域の危険箇所や避難経路などの確認、家屋の耐震化、家具の固定、家族との安否確認方法の確認などが挙げられます。具体的にどのようなことをしておけばいいんでしょうか。稲垣さん、ローリングストックって聞いたことはありますか。はい、食べ物や日用品などを少し多めに買っておいて、日常生活で消費した分を後で買い足していくっていう方法ですよね。はい、普段から少し多めに食材、加工品を買っておき、使ったら使った分だけを新しく買い足していくことです。特別に準備する必要はないのです。どれくらい用意をしておけばいいんでしょうか。食料品は3日分、できれば1週間分を、飲料水は1人1日3リットル、それを3日分の備蓄が必要とされています。うちは5人家族なので、お水は45リットル用意しておかなければならないということですね。備える、消費する、買い足すという流れで災害時の備えとしていただければと思います。次に非常持ち出し品の準備です。いざという時にすぐに持ち出せるよう袋にひとまとめにしておくことをお勧めします。特に携帯電話と充電器が災害時の情報を得る上で必要です。
また乳幼児や妊産婦、高齢者、ペットなどがいるご家庭はそれぞれに対応した持ち出し品の準備もしておきましょう。次に家具の固定や配置についてです。地震が発生し建物に被害がなくても転倒した家具などの下敷きになって怪我をしたり逃げ道を塞がれてしまったりしては危険です。タンスや食器棚は L 字金具などの転倒防止器具で固定しましょう。寝室や子供部屋にはできるだけ家具を置かない。玄関などの出入り口につながる通路には倒れやすい家具や落下しそうなものを置かないなど、倒れてこない、落ちてこない、移動してこないの3原則に基づき家具の配置にも気を配り、安全第一を心がけてください。自分の身を自分で守ったら、ガスの元栓やブレーカーを落とす。余震も考えられることから、ドアを開け、避難路を確保する。揺れが落ち着いてから、屋外の安全な場所へ避難しましょう。寝ているときはとっさに身動きが取れずに、倒れてきた家具に押しつぶされて亡くなってしまったというケースも少なくないと聞いています。ほんの少しの心がけが生死の分かれ目となることがあります。ご自宅での対策はとても重要です。ところで板垣さんは自分のお住まいの地域について危険な箇所など把握していますか？特に意識はしたことないですね。何かが起こってからでは遅いのです。稲垣さん、こちらはご存知ですか？洪水ハザードマップと土砂災害ハザードマップです。ハザードマップとは浸水被害や土砂災害の発生する危険のある場所を示した地図のことです。自分の家の周りにはどのような危険が潜んでいるのか、また自分の住んでいる地域でどこが危険な箇所なのかを確認してみてください。水害、土砂災害から身を守るためには地域の災害リスクを知っておくことが大切なんですね。早速確認してみたいと思います。風水害や土砂災害など災害の危険が迫っている場合に市から避難に関する情報を発令します。こちらにも注意して早めの避難を心がけてください。避難勧告や避難指示などを聞いたことはありますが、どのタイミングで避難すればいいんでしょうか？避難情報は状況の深刻度に応じて3段階に分けられていて、各情報に対応した避難行動を取る必要があります。まずは1つ目、避難準備。高齢者等避難開始が発令されたときは、高齢者や障害をお持ちの方など避難に時間のかかる方とその支援者は避難を開始してください。その他の方は非常持ち出し品などの準備を始めます。2つ目、避難勧告が発令されたら対象地域のすべての住民は避難所へ避難してください。屋外が危険な場合には屋内の安全な場所へ避難していただく必要があります。3つ目の避難指示が発令されるということは、人的被害が発生する危険性が非常に高まった状況、またはすでに人的被害が発生した状況であるということです。この最大級の避難情報が発令された場合、避難中の方は直ちに避難を完了すること、また万一避難する余裕がなければ安全確保を第一に考え、とにかく命を守るための行動を取ることが求められます。自己判断ではなく正しい情報を得ることが備えにつながるんですね。この避難情報というのはどのようにわかるんでしょうか？稲垣さん、こちらを聞いたことはありますか？こちらは防災
さくらです。はい、知っています。子どもたちの下校時刻や振り込め詐欺の注意喚起などでよく聞いたことがあります。防災行政無線では災害時の避難情報など防災情報をはじめ、普段は防犯情報、光化学スモッグ情報、行方不明者捜索情報などを放送しています。でも外出先にいるとよく聞き取れないこともあるんですけれど。ご安心ください。防災行政無線の放送を聞き逃した、聞き取れなかった場合には電話で放送内容を確認できます。ご覧の電話番号から24時間いつでも無料で確認することができます。また災害時に常に市内にいるとは限りませんよね。さくら市メール配信サービスやさくら市防災情報ツイッターでも防災行政無線の内容や災害などの緊急情報を発信しています。さくら市メール配信サービスはご覧のアドレスもしくは二次元コードを読み取ってからメールをお送りください。あとは仮登録完了のメールに沿って作業をしていただければ登録できます。さくら市防災情報ツイッターでも情報を発信しています。ご覧のアカウントをフォローしていただければ防災情報を確認できますのでご活用ください。うちは子どもたちも市外にいることが多いのでぜひ利用してみたいと思います。ただ心配なのはこのような災害時には携帯電話がつながりにくくなって家族との連絡が取りにくいということですね。家族が離れ離れになった時の連絡方法を決めておくといいでしょう。災害用伝言サービスというのをご存知ですか？聞いたことはありますけれども利用したことはありません。災害用伝言サービスには音声で確認する災害用伝言ダイヤルと文字で確認する災害用伝言版があります。災害用伝言ダイヤルは171をダイヤルし、あとはガイダンスに従って操作してください。被災された方は自分の電話番号を入力しメッセージを録音します。そのメッセージを聞きたい方は被災された方の電話番号を入力してメッセージを再生することができます。また離れて暮らす家族や友人の安否確認にも活用できます。毎月1日15日などに体験利用できるのでぜひ使ってみてください。もう一つ、携帯電話やスマートフォン、パソコンから文字で安否確認ができる災害用伝言版は被災地での安否情報と100文字までの文字メッセージを登録することができます。各社のサイトアドレスはご覧の通りです。いざという時に慌てないためにも一度体験してみたいと思います。ここまで自助についてお話ししてきましたが、どうですか稲垣さん。日頃のちょっとした心がけが備えにつながるということを分かっていただけましたでしょうか。はい、そんなに難しいことではないということが分かりました。日頃の心がけが防災意識を高めていくんですね。早速行動に移してください。次に共助についてお話ししたいと思います。共助とは地域や身近にいる人たちで共に協力して助け合うことです。共助の例として自主防災組織が挙げられます。自主防災組織とは自分たちの地域は自分たちで守るという精神に基づき、地域の住民が協力連携して地域を守るために活動することを目的に結成されています。自治会を中心に組織されていまして、
防災訓練などを通じ、地域住民一人一人の防災意識を向上させる活動を行っています。また高齢者など避難に時間がかかる人たちを把握しておくことも必要で、日頃からの見守りにもつながっています。ご近所同士、日頃から挨拶をし合って顔見知りになって、いざという時には助け合える関係を築いておけたらいいですね。大きな災害が発生した場合、行政による緊急対応にはどうしても限界があります。そういう意味でも、災害が起きた時に地域の人たちでいかに協力して素早く行動できるかが大切になってきます。遠くの親戚より近くの他人とも言いますからね。本当に頼りになるのはご近所さんだなということを、東日本大震災の時にも実感しました。最後に公助についてお話ししたいと思います。公助とは、我々行政などが防災体制の整備や災害時の救助や支援を行うことです。災害時、危険から一時的に避難する場所が避難場所、自宅に被害があった方が一定期間生活する施設が避難所です。佐倉市では、避難場所は学校などの施設の校庭や園庭、避難所はその施設の建物になっており、全部で39箇所あります。また防災備蓄倉庫にはアルファ米、毛布、トイレットペーパーなど、避難所運営に必要な備品が入っています。しかし備蓄している物資には限りがありますので、ご家庭でも日頃から飲料水や食料品などの備えをお願いします。先ほど教えていただいたローリングストックですね。今回お話を伺って、日頃からの備えがいかに大切かということを改めて感じました。佐倉市では、こちらの防災ガイドブックを作成して、防災についての啓発を行っています。市役所またはお近くの市長所などで配布しているほか、ホームページでもご覧いただけますので、ご参考にしてみてください。はい、わかりました。あとは実践あるのみですね。栗原さん、今日はいろいろと教えていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。台風、豪雨、地震と今後も予期せず襲ってくるであろう災害だからこそ、いざという時のために日頃から備え、地域の人たちで手を取り合い、災害に強い街づくりをしていきたいですね。なお、地震災害の際に多く発生する通電火災を防止するための感震ブレーカーも、二次被害を防ぐために大変有効です。家電量販店やホームセンターで販売されていますので、ぜひご活用ください。